私ね、あなたと一緒に恋愛研究する時間が本当に楽しかった。好きだとか好きじゃないとかどうでもいいから、ずっとあなたと今までみたいに研究できたら。そうだ、自分の感情を決めるのは自分自身でしかない。人は相手のことが好きなんだと気づいた瞬間から好きになるのだ。茨田くんには博士課程に進んで今後もうちで研究を続けてほしいと思っていますが。この家は闇の底のように暗い。氷室、大丈夫か？この気持ちはまだのさ。茨田だ！タピオくん、変わったんじゃね？貴様のバカを強制するぞ。付き合ってくれませんか？いつまでもこのままじゃいられない。自分が好きかどうかわからない程度なら別に好きじゃないんじゃないのか？私、あなたのこと好きだわ。俺は今のお前のように結論は出せん。今自分の感情を整理し、方程式に直し、お前のことが好きかどうかを判断する。ひたむきで努力家プラス142、心根は極めて優しいプラス68。身だしなみを整え、常に自分を美しく誇り高く見せるのを怠らないプラス144。いつも前を向いて堂々と美しく凛としていて、俺には理想そのものでプラス1244。私はずっとあなたとずっと一緒に。クエスト挑みましょう。今後恋愛研究とは無関係に定期的に甘えさせてくれない？どういうことだ？